ガンバスピリットネクスト始めます。お願いします。お願いします。じゃあ早速、はい、これからのガンバ大阪、じゃあ水くんからどうすかな。まあ、J1 も J3 も、まあ、全然あんまり成績が良くないとこにいるけど、最近の試合ではまあ悪くはないと思うし、全然まだまだ1位っていうか年間1位とか狙えると思うから、今までやってきたことを継続してそれが結果につながっていければ一番いいと思います。2年3年で自分たちが若い僕たちが引っ張っていけるようなために、うん、自分がガンバ大阪の中心になるためにはまだまだ足りないところが多いから、まあ、練習からコツコツやっていくしかないし、まあ、できるだけ早くトップチームに絡んで試合に出れるように頑張りますね。秋田君どうですか。まあ、水木も言ってたけど、やっぱまあ J1 も J3 もそんな順位も良くなくて、まあ、選手一人一人が多分まあ、悔しい思いというか、そういう悩んでる人が多いと思うんですけど、やっぱここでやっぱ勝ち続けるチームになるためには、まずチームとしても大事ですけど、やっぱ個人がゴールに向かう姿勢だったり、まあ、球際だったりっていうのを見せていくと、まあ、自然と周りもそれに刺激されて、まあ、どんどんチームの状態も良くなっていくと思うので、まあ、そういうところも大事だと思います。で、まあ、先もっと先2、3年後とかにのガンバは、まあ、ここにいるやっぱ僕たちがやっぱ主役となって、まあ、ガンバを支えていかないと、やっぱしこの先、まあ、年を取っていくわけで、まあ、どんどん退団とか、まあ、主力選手が入れ替わる中、まあ、自分たちがそこにしっかり入って、まあ、新しいガンバの力になれたらいいと思っています。一応君と野田君、今年ガンバ1年目、僕たちはユース上がりですけど、ガンバ入ってこれから5年後か、まあ、J3 も J1 も、まあ、まあ思うように結果出てないと思うんですけど、 J3 で出て活躍してJ1 に入ってやるっていう気持ちでやっていければ、まあ、自然と結果も出てくると思うんで、まあ、それで J1 の選手を刺激して、それでまあ J1 も勝っていけるようになっていければいいと思います。で、まあ、3年後とか、まあ、若手が主力となって、まあ、ガンバを引っ張っていくためには今技術練習とかそういうサッカーのことをもっと勉強して、そういう将来につなげていければいいと思います。なちゃん、まあ、J3、J1 どちらも、まあ、思ったような成績にはなってないと思うんですけど、まあ、サッカー的には全然悪くないと思いますし、どっちもまあ、それが結果に伴ってないだけだと思うんで、まあ、J1、J3、まあ、どちらの舞台でも全力で、まあ、毎試合毎試合戦えば結果は伴ってくると思うんで、まあ、1試合1試合、1日1日練習から全力でやっていきたいと思います。まあ、何年後かの頑張っていうのは、まあ、自分たちが引っ張っていかないといけないと思いますし、まあ、東京オリンピック世代でもあるんで、まあ、この中から一人でも多くの選手が日の丸背負って戦うっていうのが目標だと思うんで、まあ、代表であったりガンバのどちらの舞台でも、まあ、活躍できるようにっていうのがこれからのガンバ大阪につながっていくんじゃないかなと思います。まあ、
J1、J3 の今の結果は、まあ、みんなが言ったように全然満足できる結果じゃないんで、修正していくことが大事だと思います。まあ、これから、まあ、早ければ早い方がいいと思うんですけど、まあ、野田君とかは尊敬する圭介さんとかがポジションを奪うのが多分1年後でも2年後でもいいと思うし、さっき俊君とは言ったし、みんな絶対被るポジションの選手がいるわけで、その選手たちにもう明日でも明後日でも勝てるようにやっていくのが、これから僕たちが中心となれるための一歩かなって思うんで、それをこれから若手が引っ張っていけるようなチームになるように頑張っていきたいなと思います。